はやぶさスタッフのすみです、今回はですね、このサビキセットを使って、アジや、イワシやサバを狙っていくんですけれども、こういった、サビキセットにはですね、仕掛けの部分と、カゴの部分が一緒になってますので、まあ、これ一つを、揃えていただければ十分に、堤防サビキ釣りを楽しんでいただけるかと思います。はい、それではですね、まずサビキ釣りに必要な道具であったりとか仕掛けをちょっと紹介していきたいと思います。まずはですね、はやぶさの方から出ております、こういった、サビキのセットものですね、こういった仕掛けはですね、釣り場であったりとか、気候に合わせて選んでいただければなと思います。あとですね、サビキをやる上で必要になる餌なんですけれども、こういった、網エビですねを使っていくんですけれども、ブロックタイプになっている、まあ、いわゆる冷凍でブロックになっている餌とこういったチューブで、手を汚さず使える餌がありますので、女性の方や、子供の方にも、使っていただけるような餌になってます。であとはですね、まあ、こういった魚が釣れた時に使うフィッシュグリップと呼ばれるものですね、サビキ釣りをしている中でもですね、トゲのある魚や、もしかしたら毒のある魚など釣れる可能性もありますので、そういった、危険性を考えて、こういったフィッシュグリップを使います。あとはこういった、水汲みバケツと呼ばれるものですね、もちろん魚を釣って、キープするときに、使うバケツにもなりますし、まあ、こういった透明のものでしたら、魚を観察することもできますので、子どもの方でも喜ばれるかと思います。あとはまあ手を洗ったりとか道具を洗ったりできますので、こういったバケツも揃えていただければと思います。一応以上で、サビキ釣りできるかと思いますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、それではですね、仕掛けの方を、まあ、糸の方につけていくんですけれども、まずパッケージの方を開けていきます。まあ、必ずゴミは、持ち帰るようにお願いします。でですね、弊社の製品なんですけれども、まあ、パッケージのちょうど右側ですね、こちらに竿側っていうのがありますので、こちらから、リールから来ている道糸をつけていくことになります。まずこういった、金属の、まあ、サルカンと呼ばれるところですね、こちらに、まあ、どの結び方でも大丈夫です。クリンチノットでしたりとか、ユニノットですねをして、つけていくんですけれども、まあ、今ちょっと簡単につけてみます。まあ、つけたらですね、もうあとは、こうゆっくりですね、引っ張っていただくだけでサビキが抜けていきますので、この状態で最後後ろの、針金を取っていただいて、でカゴを取り出すと、そうするとこういった形で簡単に、仕掛け、そしてカゴまで取り出すことができるので、ぜひ皆さんも試してみてください。それでは、実際に釣っていきたいと思います。まずはですね、餌を入れるところなんですけれども、今回、まあ、こういったチューブ型を使いますので、普通に蓋を開けていただいて、まあ、このカゴのここですね、ここに入れていただくんですけれども、まあ、上に行くか行かないかぐらいですね、これぐらい入れていただいて、あんまりギュウギュウ、してしまうと餌の出も悪くなってしまうんで、まあ、軽めにこんな感じで入れてもらったらと思います。はい、それでは実際に釣っていきたいと思います。はい、まず今回使う竿とリールなんですけれども、竿の方は、2メーターから3メーターぐらいの、万能竿を使います。でリールの方は、大体2000番ぐらいですね、ノースピニングリールを使っていただきたいと思います。これから仕掛けを投入していくんですけれども、まず、このベールっていうところですね、これを返していただいたら糸が出る風になるんですね。なんでまずこの糸を拾っていただきます。人差し指で拾っていただいてベールを返します。そうするとこの人差し指を離すタイミングで糸が出ていきますので、この状態を作っていただいたら、あとは仕掛けを手で持っていただいて前の方にですね、振り子のように投げていただいたら
そのまま糸が出ていきますので、振り子の、要領で前に飛ばしたタイミングで人差し指を離していただければ仕掛けが投入できます。実際にやってみます。こういった形ですね。今糸が出ていっています。そこに着いたら糸が出ていくのが止まりますので、レールを再度返していただいて 2,3 回巻いていただければと思います。そして上下に大きく竿を振っていただいて、餌がしっかりと出るようにしていただきます。そして当たりを待ちます。何度か、竿を上下に振ったらですね、餌が出てしまうので、基本的に当たりがない場合は、一回上げていただいて、もう一度餌を入れて同じように、繰り返します。ちょっと先ほど使ってた仕掛けから変えてみました。今つけてる仕掛けはですね、上の方にカゴがついてる、上カゴのセットというふうになってます。このカゴに餌を入れて、下はですね、先ほどと同じようなサビキがついてまして、一番下に長細い重りがついてます。まあ、こういった仕掛けなんですけれども、割と関東地方の方で、使われることが、多いようです。まあ、普通に先ほどと同じようにですね、こちらの方に餌を入れていただくと、まあ、上から餌がゆっくり沈んでいって針に同調するような仕掛けになっています。ちょっとこれも使っていきたいと思います。それでは餌を入れていきたいと思います。まずこのカゴなんですけれども、上の方がこう蓋みたいになってるんですね。これを取っていただいて、まあ、こういった状態ですね、こういった状態にしていただいた上で、先ほどと同じようなチューブの餌を入れていきます。まあ、ここに入れていただいたらこんな感じですね。上から、このキャップをかぶせていただくんですけども、このキャップはですね、こう回転するようになっておりまして、餌の出る量ですねを調節できるようになってますので、今回浅場ですので、一番大きいタイプのところで合わせて、これでセット完了になります。深い時はですね、水深が深い時は逆にこういった形で穴の小さい方に合わせていただくと、餌の出る量が、少なくなりますので、深場でも、しっかり狙うことができます。それでは、実際に釣っていきたいと思います。まず仕掛けの方を海の方に投入します。投入して糸が止まったら着底しましたので、ベールを返して竿を上下に煽っていきます。上下に煽ることで餌が、放出されて、下のサビキですね、サビキに同調するようになりますので、それに魚が食ってくるというような感じになります。